竜宮城からの脱出、実況プレイ始めていきたいと思います。二十歳になった主人公が幼馴染と結婚するらしいです。で、結婚するって告白した後に、亀を助けたら竜宮城に連れて行かれて、竜宮城と現実世界は時間がちょっと違うから、結婚に間に合うかみたいな話らしいです。やってこう。エンディングが6個あるらしいです。名前を入力してください。俺でいいよ。あなたの名前は俺でよろしいですか？いいよ。俺くんってやだね。変えたいな。変えようかな。これからもずっと私のそばにいてくれる？もちろんだよ。20歳になったら結婚しよう。うん、嬉しい。好きだよ、美穂。私も俺くん愛しています。漁師が住む海の近くの村で生まれ育って今年で15歳。小さい頃からずっと一緒だった幼馴染の美穂と20歳になったら結婚する約束をした。あ、全然違ったわ。一人前の漁師になって美穂と温かい家庭を築くんだ。そんな自分の夢を脅かす事態が起きるとは、この時はまだ思いもしなかった。2回目以降の方へ、エピローグを飛ばしますか？1回目なんで飛ばさないよ。わーわー、うん、なんだか騒がしいな。やーいやーい、なんだ、この仮面のろまだな。ひっくり返してやろうぜ。村の子供たちが大きな仮面を囲んでいじめて遊んでいた。こら、仮面をいじめちゃダメじゃないか。うわ、ごめんなさい。逃げろ。ほら、早く海に帰るんだ。カメが海に帰るのを見送ると、そのまま釣りに出かけた。その日の夜。もし、あなた様が俺様でしょうか？あなた様が俺様。こんな夜中に誰だ？私、昼間に助けていただいたカメでございます。カメ執事。先ほどのお礼をしたく、我が主、乙姫様がいらっしゃる竜宮城へご招待いたします。ささ、ぜひこちらへどうぞ。ご案内いたします。 ありがとう。亀、竜宮城、乙姫。クエスチョンマーク頭に浮かぶも、寝ぼけて夢心地の俺は亀に言われるがまま吸い込まれるように海の中へ入っていった。夢にしては妙にリアルだな。でも息もできるし面白い体験だ。こちらが竜宮城でございます。中で乙姫様がお待ちです。なんで待ってんの？亀助けたぐらいで。あ、かわい、動く。そなたが我が執事の亀を助けてくれた人間か。名を何と申す？すごく綺麗な人だ。そしてめっちゃ動いてるわ。俺と言います。俺か。亀を助けてくれて礼を言う。いえ、そんな大したことはしてないので。お礼と言ってはなんだが、ここを竜宮城で好きなように過ごしてほしい。そなたのために毎日宴会を催すことにしたぞ。毎日宴会したらもう宴会が宴会じゃなくなっちゃうよ。属性のことなど忘れて楽しく優雅な日々をここで過ごしてほしい。そう、ずっと。それは私望んでない場合どうなんだろう。宴会の準備が整いました。スタッフ。あ、すげえ踊ってる。まるでおとぎ話のような世界に優雅に舞うタイやヒラメの踊り子たち。人魚姫のように美しい尾ひれが光り輝き、それはそれは美しい舞だった。出された食事もどれも美味しく、共食いではと思いながらも美味しい海鮮料理をいただいた。こんな美味しいものは生まれて初めて食べました。漁師なのに。それは良かった。明日は満足できるよ。準備しておこう。亀執事よ、休む部屋まで案内するのじゃ。はい、承知しました。どうぞ俺様。俺様って呼ばれるのやっぱちょっと嫌だな。お休み部屋までご案内します。お休み部屋？宴会も食事も最高だった。けどどうしても乙姫様のずっとの単語が気にかかる。よし、聞いてみよう。あの、用事があるので明日には帰りたいんですけど、帰れますよね？それはどうでしょうか。え、怖すぎだと監禁じゃん、ほぼ。乙姫様はあなた様を気に入られているようでしたし、ゲストの方には満足していただくまで、そうそう簡単に返すようなことはないと思います。満足してるってこっち。じゃあ、直に話せば帰れますね。俺も満足したんで。いえ、無理に話して、乙姫様の機嫌を損ねたら大変です。もう、そうなの、暴君なの、あいつ。下手したら一生ここから出られなくなります。それにここの一日は属性の1年以上に当たります。最悪だ。
すでに1日経過しているので、属性では1年以上経過し、あなた様の行方を探している者もいなくなってきていると思いますよ。時が経てば経つほど、こちらとの時空の歪みは大きい。10日もすれば何百年と経過していることになるでしょうね。なんだって、地獄じゃねえかよ。だったらなおさら1日でも、1時間でも早く帰らないと、美穂との約束が。20歳になったら結婚するという約束を、美穂はきっと信じて待っていてくれてるに違いない。お願いします。返してくれませんか。俺、村に待たせてる大切な人がいるんです。残念ながら、ただの亀の私にはどうすることもできません。お前さ、犯罪だよ、これ。犯罪集団の片棒を担いでるよ、お前。乙姫様が連れてこいって言ったから連れてきたんでしょ。お前、俺を助けたんだけど。ご自分で帰る方法をどうぞお探しください。地獄かよ、ここは。夜は見張りもいますので、あまり出歩かない方がいいですよ。監禁じゃないですか。こちらが俺様のお部屋になります。ではごゆっくりお休みくださいませ。お休みできねえよ、こんなんじゃ。ここは竜宮城じゃなくて監獄なのか。帰れないなんて。何としてでも自力で脱出方法を見つけて戻らなくちゃ。そう、約束のあの日まで美穂待っててくれ。その日から俺の竜宮城からの脱出計画が始まった。一日で一年はきついな。何日もかけられないってことか。今日も優雅な、毎夜美味しい食事がたくさん出てきた二日目。なんだろう、黄色いハートがあるんだけど。でも正直じっくり味わう余裕なんてなかった。だって俺には一刻も早くここから抜け出すという使命が待っている。どうじゃ、今日も楽しかったか。楽しかったも満足してる。俺も帰りたいんですが。ん？何？今属性がいいと言ったのか。いえ、そんなことは、なら良いが。なんだこいつ、不信感を持たれてしまった。何これ、どういうゲーム？もっと乙姫様と親睦を深めてからじゃないとダメだな。夜になったら部屋を抜け出してあちこち探索してみよう。きっと帰るヒントがどこかにあるはずだ。あ、てっきりバッドエンド取れんのかと思った。夜、今日はどこを探索しようかな。宴会場。宴会場を探索してみよう。夜だと宴会場も静かだな。さて、どこを調べよう。ああ、こういうシステム。え、ここを調べよう。ステージだ。何もないと簡素に見える。他のところも調べてみようか。調べてみる。どこを調べよう。ここは？天井は至って普通の壁だな。オッケー。いや、全部調べてみよう。襖の向こうも宴会場が続いてるようだ。そこに誰ぞおるのか。お、やべ、バレる。うわ、誰か来た。あ、こんな遅くまで何をしておる。宴会は明日の朝まで待つのじゃ。流行る気持ちはわかるが、それまで部屋で休むように。は、はい、おやすみなさい。ああ、止められんだ。良き夢を。2年経っちゃったもん。危ない、怒られるのかと思った。でも印象は良くなかったかも。部屋に戻ろう。あ、何個までしかいじれないとかあるのか。難しいゲームなのか。あ、紫色だ。あ、こいつ、好感度か、これが。おはよう、俺様。今日の宴会は満足できたかの？何か聞きたいことや困っていることがあれば遠慮なく言うのじゃ。よし、いろいろ聞き出すチャンスだ。はい、わ、いっぱいあるな。嘘だろ、こんなに？じゃあこのピンク色のやつが多分乙姫の好感度上げるんだろうな。青色が下がりそうだから、乙姫様の部屋について聞こう。乙姫様の部屋もあるんですか？もちろんあるぞ。竜宮城の一番奥が我の部屋じゃ。だがあそこは何人たりとも立ち入り禁止じゃ。そうなの？なんで？そなたも誤って入ってしまわないよう気をつけるのじゃぞ。は、はい。余計なこと聞いちゃったかも。めっちゃ怒ってるか。竜宮城の一番奥の部屋か。もしかしたら外に出る何かがあるかもしれない。覚えておこう。まあ行くしかねえな。夜、もう3年経ってるわ。今日はどこを探索？乙姫の部屋。乙姫様の部屋を探索してみよう。ここが乙姫様の部屋。誰もいないよな。いけないことをしてるって分かってるけどドキドキする。さて、どこを調べよう。奥、向こう側には何があるんだろう。部屋がたくさんあって回りきれなそう。さすが一条の主だ。他のところも調べてみよう。そんだけ調べてみる。どこを調べよう。この玉手箱みたいなやつ。立派な机だ。机だった。まるでこれそのものが宝箱のよう。ん？この机開くようになってる。ガタ。
真珠を見つけた。やったね。これを使えば何かの役に立つかも。そこに誰ぞおるか。またバレるわ。うわ、誰か来た。なんだこれ。あ、真珠か。そうなったわ。ここで何をしておる。ここが何部屋か知っているのか。いや、全然知らないです。トイレ探してたら偶然。いや、ちょっとお手洗いの帰りに迷っちゃって。あー、上等手段使ってる。豪華な部屋ですね。誰の部屋なんでしょう。すぐ部屋に戻りますね。良き夢を。あ、めっちゃ好感度下がってそう。危ない。怒られるのかと思った。でも印象は、あ、オッケーオッケー。バレたらダメなんだ。むずいね。エンディング6個でしょ。青色になった。おはよう、俺様。今日の宴会も満足できたかの？もう4日経ってる。何か聞きたいことや困っていることがあれば遠慮なく言うのじゃ。よし、いろいろ聞き出すチャンスだ。はい、宝について。竜宮城にも宝とか秘宝とかありますか？それはもちろん。ここには宝物庫という宝専用の特別な部屋もある。そなたは宝が欲しいのか？やはり属性の人間は汚れておる。いえ、そういうつもりじゃ。まあよい。ここにいればきっとその汚れも払われるようになるだろう。属性の欲など忘れるのじゃ。乙姫様の印象悪くしちゃったかな。宝物庫か覚えておこう。じゃあ、宝物庫行ってみるか、夜。じゃあ、宝物庫、宝いっぱい持ってこ。思ったより広い部屋だ。高そうなものがたくさんある。さて、どこを調べよう。宝を全部持ってこ。これだ。何か入ってそうな棚だな。お宝がザクザク出てきたりして。あれ、棚の中に何か入ってるぞ。ごそごそ。玉手箱を見つけた。これを使えば何かの役に立つかも。よし、調べてみよう、どんどん。もうバレてもいい。どこを調べよう。時計も気になるな。時計だな。金の時計だ。もう動いてないけど高そうだ。あー、そんだか調べてみよう。掛け軸みたいなの調べるか。巨大な絵画だ。異国の人が描かれている。他のところを調べ、あ、調べよう。めっちゃ調べられるな、宝物庫。これは？高価な杯だ。杯の底に何かをはめた跡がついてる。小さくて丸いものがはまりそうだ。真珠を入れてみよう。勝ち。よし、サイズもぴったりだ。なんだなんだ？ゴゴゴゴ。なんだ？え、何が起こったの？あ、なんか、戻れそう。ビクともしなかった扉が開いた。あ、ここビクともしなかった扉なんだ。しかも奥に見えるのはうちの村じゃないか。魔法の扉なんかで地上に繋がってるのか。そこで何をしておる？逃げろ！うわ、誰か来た。逃げれる、逃げれるって今なら。乙姫様。ほう、立ち入り禁止の宝物庫に忍び込んだ挙句、勝手に扉を開けるとは。これは、どうしても家に帰りたくて、その、この扉の先が村へと繋がってるんですよね。家に帰らせていただけませんか？婚約者がずっと村で待ってるんです。この扉の秘密は知ってはいけない。何も見なかったことにするから、おとなしく部屋に戻れ。もうここから抜けてきゃ逃げれんじゃないの？命が惜しくばな。怖はお前。そんな。どうかお願いです。八つ咲きにされたくなかったら今すぐ部屋に戻るのじゃ。はい。すいませんでした。なんだこいつ。八つ咲きにされないだけマシだったのだろうか。もっと好かれていたら結果は違ったのか。そういうことなの。好かれてなきゃダメだったんだ。あ、赤色になってる。5日目。おはよう、俺様。ああ、満足できた、満足できた。いろいろ聞き出そう。舞姫とはっていうわけわかんないやつ聞いてみるか。宴で踊っているあの人たちは誰ですか？舞姫のことか。舞姫は踊りと美貌に長けた者だけがなれる。特別な者のことじゃ。この竜宮城でも我の次に地位が高く、使用人たちも皆逆らえん。あ、そうなんだ。綺麗な洋服ですよね。あの服にも特別な魔法がかけられてて、見た者を魅了するのじゃ。あ、そうなんだ。そなたも着てみれば、皆ひれ伏すようになるかもしれんぞ。そうなの。ま、我には効かぬかな。ふふ。いや、着るのは大丈夫です。乙姫様に変に思われちゃったかも。そうなの。舞姫の特別な服か覚えておくか。そういうのあるんだ。夜。今日はどこを探索しようか。まあ、もうちょい宝物庫行ってみるか。真珠もう持ってないってことになるのかな、これ。ここ調べたか、調べてないとこ。立派なシャンデリア。特に変わったとこ。ああ、オッケーオッケー。調べてみる。で、ここは？
ダメだ、ビクとも知らん。あ、ビクとも知らんだ。じゃあ終わろう。誰が来たらまずい、そろそろ戻ろう。バレといた方が良かったんかな。もう間に合わないもんね、6年経ってる。じゃあいろいろ聞いてみるか、今回も。じゃあ竜宮城の暮らし、竜宮城での暮らしってどんな感じなんですか。快適じゃ、何に困ることもない。そなたもそのうちわかるようになるだろう。もう十分困ってるよ。でも快適さがわかる前にここを出ないと。もうでも6日経ってるよ。夜、もう結婚してんのかな。今日はどこを探索しよう。乙姫の部屋、どんどん探してみよう。ここが乙姫の部屋か。オッケーオッケー。じゃあこことここ調べたから、このグラス、コップが置いてある。中身は空だ。他のところも調べてみよう。あ、調べよう。じゃあこのソファー置くの。ソファーもおしゃれだ。特に変わったとこはない。あー、バレた。乙姫の部屋は2手までしか無理なんだ。あー、もうでも2回目だからな。あ、関係ねえんだな。あと2回調べなきゃいけないな、乙姫の部屋は。なんもないのかな。あの真珠があるだけなのかな。まあ赤色以降は下がんないのかな。まあ1周目だからいろいろ調べてみよう。おすすめ、あ、宴会場について。宴会場って広いですね。竜宮城自慢の場所だからな。広いと管理も大変なんじゃないですか。そうじゃな。使用人がよく息を切らして掃除してるのは見る。それにここだけ特別な木材を使ってるから鍵厳禁だったりで、そういう意味では大変なのかな。そんなこと聞いてどうするのじゃ。いえ、特に何、特に意味はないです。怪しまれちゃったかな。鍵厳禁か覚えておこう。火を起こせばいいのか。とりあえず7日が経ったな。まあ、乙姫の部屋全部調べて、ここ真珠また入ってんのかな。じゃあ手前のソファ、椅子の下には特に何も落ちてないか。あー、一手目でバレんの。何か言い訳を考えないと。玉手箱を使ってみようか。使ってみよう。一か八かだ。当たって砕けろ。そこで何をしている。ここは誰の部屋か知っているのか。ごく、乙姫様、その、俺、これをどうぞ。これは玉手箱。そなたがどうしてそれを持っている。しかも我に向けてということは。あれ、煙かなんか出ると思ったのに何も出ないぞ。でも乙姫様が動揺してるし、ごまかせるかも。その玉手箱の意味は分かっているのか。何なの。もうもちろんです。結婚とかな、なんだ。分かってて我にそれを渡すだと。どうやら命が惜しくないようだな。どういう意味、どういう意味なの。そなたのプロポーズなど受けられるわけないだろう。もう少し自分の立場をわきまえたらどうだ。プロポーズ。考えただけで虫唾が走るわ。めっちゃ嫌われてる。もう顔も見たくない。さっさとここから出てくのじゃ。あ、そうなの。乙姫様にそこまで嫌われてたのはショックだけど逃げれそうだ。これで村に帰れるぞ。帰れるんだ。7日が限界なのかな。なんとかたどり着いたものの、すでにあれから8年の月日が流れていた。約束だった20歳もとうに過ぎてしまってる。美穂はもうきっと俺のことも覚えてないだろう。そう諦めて家へ帰ろうとしたその時、一人の女性に呼びかけられる。俺くん？私よ、美穂よ。ずっとずっと待ってたんだから、待っててくれたの。8年経ち、ますます大人の女性として美しくなった美穂がそこにいた。でも俺は15歳の姿なんでしょう。涙をいっぱい浮かべた美穂はどこか色っぽかった。ごめん、遅くなった。あの時の約束をどうしても果たしたくて帰ってきたんだ。時間は過ぎちゃったけど、まだ覚えてるかな。忘れるわけないじゃない。でももう8年が過ぎてしまったから、あの時の約束は無効なんだ。そっか。じゃあさ、幼馴染からまたやり直させてくれないか。お願いだ。うん。長い間離れ離れだった分もこれから埋めていこう。ゆっくりと二人で。グッドエンド、グッドエンド。あんなに嫌われたのに。じゃあ最高の一日でしたって言ってみよう。あ、やり直しました。うん、そうだろ、そうだろ。なぜここはパラダイスだからな。地上のことなど忘れて思う存分満喫してくれ。乙姫様の好感は上がったみたいだけど、これだといつ帰れるかわからないな。もっといろいろ調べたり聞いたりしなくては。よし、夜になったら部屋を抜け出してあちこち探索してみよう。きっと帰るヒントがどこかにあるはずだ。じゃあ乙姫と結婚するルート探してえな。
今日はどこを探索しようか。まあ、宴会場、裏口も行きたいけど、一旦宴会場を全部探そう。どこだっけ？こことここは探して天井も見た。じゃあ、広い畳の間だ。掃除も行き届いてる。うん？畳の間に何か挟まってるぞ。ごそごそ。魚の餌を見つけた。あー、ラッキー。まあ、調べてみよう。こういうの大事だな。覚えとかなきゃね。綺麗な畳だ。よく燃えそう。何か燃えるものでぼや騒ぎでも起こしてその隙に逃げられないかな。なるほどね。調べてみよう。じゃあ、ここ。これは何だろう。冷たい空気が流れてくる。あー、バレた！まあ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 。いい。まあ、一回目ぐらい許してくれるでしょ、乙姫も。まあ、魚の餌が右下にあるってのを覚えておこう。黄色になっちゃってる。じゃあ、聞きたいことを聞いてみるか。聞いてない。おすすめスポットある？乙姫。竜宮城のおすすめの場所はどこですか？いろいろあるけど、そうだな。好んでよく行くのは庭じゃろうが。手入れがよく行き届いて、綺麗な花も咲いて、とても落ち着くからおすすめじゃ。柔らかい土も歩いていて気持ちがいいぞ。それに、温泉の評判もいいな。遠方から客人も満足していると聞く。遠方から来んだ客人。興味があれば後で案内し、案内して。ありがとうございます。ただ夜中は危ないから一人で勝手に行かぬように。はい。バレないように気をつけなくては。温泉に行けるようになったのか。庭も増えてる。じゃあ一旦温泉にしようかな。温泉を探索してみよう。温泉が海の中にあるんだな。幸い誰もいないようだ。さてどこを調べよう。どこ調べよう。まあ、右から行くか。高い塀だな。用事登るのは難しそうだ。ん？何か引っかかってる。ごそごそ。舞姫の服を見つけた。やった！調べよう。まあ、アイテムがどこにあるかをちゃんと覚えとかなきゃね。温泉中。冷たい。温泉というより海水って感じだ。もしかしてこれは海に繋がってるのか。魚の餌を撒いてみようか。あ、撒いてみよう。よし、もしかしたら海の外に広まって何か起こるかも。外から何やら音がする。あれは魚の大群？温泉の壁を突き破って入ってきそうだぞ。そんなに美味しい餌なのか。いや、それよりも外へ出るチャンスだ。何の騒ぎじゃ。うわ、誰か来た。乙姫様。魚の大群が勝手に不法侵入しておる。普段こんな凶暴化することはないのにどういうことじゃ。さては、そなたが何かやったのか。これは、魚の餌を撒いてしまったことはごめんなさい。こんなことになるとはわからなくて。でもどうしても家に帰りたくて、その、家に帰らせていただけませんか。婚約者がずっと村で待ってるんです。帰りたかったら竜宮城破壊してもいいということか。ふう、やはり、属性にいた人間はまともな考えではないな。あ、いえ、そんなことは。破壊されるとは知らず、餌を撒いてしまったんです。きちんと伝えてなかった我にも非はある。あ、好感度はちょっと高いから、許してくれそうだ。今後は、もっとここでの注意事項を伝えていかなくては。今日はおとなしく部屋に戻るのじゃ。はい。なんか寂しそうだな。魚の餌を撒いただけでこんなことになるなんて。乙姫様が呆れたりしないくらい。やらかしてしまえば外に追い出されたりしたのか。なるほどね。でもよくわかんないね、まだ。黄色だ。じゃあ、ピンク色の選択肢をついに選んでみるか。乙姫様の夢って何？乙姫様は夢とか憧れとかありますか？夢か、そうだな。ここがずっと平和であること、といえば聞こえはいいか。玉手箱を持った人物に会うことかな。玉手箱ですか。ああ、あれは特別なアイテムで一生に一度の時に使うものなのじゃ。いつか我も直接もらってみたいの。乙姫様楽しそうだな。乙姫様の憧れているものは玉手箱か。一体どんな効果があるものなんだろう。まあ、やっぱプロポーズって言ってたもんな。まあ、今日は温泉を調べていこうかな、がっつり。魚撒いちゃったから、こことここだけしか調べてないんだよな、まだ。オケ。特になんてこともないオケだ。中にも何も入ってない。ああ、そうなのか。調べてみよう。もう一個のオケ。ああ、そうなんだ。ああ、バレるわ。すぐバレる。
あ、ゲストが風邪でもひいたら大変じゃ。早お部屋で休むのじゃ。ありがとう。はい、おやすみなさい。良き夢よ。でも、印象下がっちゃうんだもんね。ただもうこの時点で、5日目だ。あ、ピンク色っぽくなってる。好感度高いのか、これ。なんか、あれなのかな？やっぱ、乙姫についての話聞くとめっちゃ上がるのかな？乙姫様について。乙姫様はここに住んでるんですよね。そうじゃ。いつからなんですか？もう覚えてないの。何千、はたまた何万年かすごい年上だな、じゃあ。この城の主としてずっとここにいたからな。じゃあずっとここから外にも出てないんですね。そうじゃな。でも特に不便もないしの。寂しくないんですか？ん？何を言っておる？そなたがいるから寂しくないぞ。好感度高いの俺。まさか。ウィンクされてるずっと。え？ふふ。からかわれたのかな。でも楽しそうだ。え、好感度高いの？なぜか。玉手箱手に入れたいな、じゃあ。温泉、もう一回調べよう。最後だ、これで、温泉は。さて。だって、あと上二つだもんね。これは？木が生い茂って、外の様子は見えないな。他の場所も調べる。この山。温泉の向こう側は竜宮城の外なのか。外にある岩が見える。あー、バレた。オッケーオッケーオッケー。怒られる。で、風邪ひいたらダメって言われる。でも、バレたとしても、あんまり好感度下がった分はもう、補填されてんのかな、選択肢で。まだピンクだもん。あ、確かになんか、さっきよりかニコニコしてる気がするわ。じゃあ、好きなものを教えて。乙姫様の好きなものって何ですか？好きなもの。いろいろあるぞ。まずはここ、竜宮城。それに大切な使用人たち。執事の亀。海そのものも好きだしな。じゃあここには乙姫様の好きなものが溢れてるんですね。確かに言われてみればそうじゃん。だとしたらそなたも好きに入るな。あ、なんだ、プロポーズか。え？一瞬ドキッとしてしまった。いけない、美穂が待ってるというのに。まあ好感度は高いに越したことねえわ。じゃあ初めての庭。庭を探索してみよう。あ、すごいな。広い庭園だ。手入れもよく行き届いている。さてどこ？ああ、結構あんな。じゃあこの、よくわかんないやつ。火鉢が並んでる。いくつかあるし、一個くらい持って行ってもバレなそうだ。あ、これで火を起こすのか。調べてみよう。じゃあ、このベンチ。特になんてことないベンチだ。ここでのんびりできたら気持ちいいだろうな。他の場所も調べよう。な、3回調べれる場所と2回しか調べれない場所があるんだ。この木は、なんてことない木だ。花も咲いてて綺麗だ。あ、バレた。こんな夜更けまで何しておる？あ、オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。あ、ゲストが風邪ひいたらって温泉で言われんのかなって思ったけど、これ乙姫の好感度高いから言われてんのかな？あ、赤になっちゃったか？あれ、もともと赤だったっけ？今一番いい状態なのかな？まあ、宝について、宝物庫で玉手箱見つけて、乙姫の部屋が理想だもんね。まあ、宝について聞いてみるか。で、なんかあんま良くない、汚れておるとか言われて、宝物庫、あ、ここセーブしとくか、一回。で、後でやり直そう。宝物庫で玉手箱拾うルートも見たいし、まず庭行って、で、プロポーズしてみよう。ここは3回調べられるから、あと3個だもんね、ちょうど。これは？縦看板がある。砂利を掘るべからず。なんだこれ。あ、砂利掘ろう、じゃあ。砂利、どこの砂利？これは？この塀の向こう側はすぐ外なのか。砂利砂利。この土柔らかそうだな。簡単に穴を掘れそうだな。あー、バレた！怒られた。あー、まあでもゲストって言ってくれてるってことは好感度高いのか。オッケーオッケーオッケー。で、乙姫の部屋についても聞いときたいしな。あー、ちょっとピンク色になってんのか、これ。若干好感度下がったのか。まあ、乙姫の部屋について。で、これも好感度下がっちゃうもんね。一回こういうの聞いてから、乙姫の好きなものとか聞いた方がいいのかな、乙姫プロポーズルートは。まあ、庭行って、それか夜バレなかったら別に好感度は下がんないのかな。まあ、ここを調べてみて、あっちの建物には何があるんだろう。ここからじゃわからないな。で、帰ろう、もう今回は。もう8日だから、さっきよりも、
長いこと竜宮城にいることになるの。あ、黄色になってる。あ、しかもやっぱ頬あからめてないわ。好感度上げてえな。どうやったら上がるんだろう、こっから。変に思われちゃったかもってのは何なんだろう。これは平行線とかなのかな。まあ、じゃあ行ってない裏口も見とくか。裏口には何があるんだろう。じゃあここの屋根、これくらいの塀なら乗り越えられないかな。いや、誰かに見つかったら危ないからやめておこう。もう一回調べよう。ここは何手まで調べれんだろう。木、立派な松の木みたいだ。海の中でも似たようなものがあるんだな。うん、木の裏に何かあるぞ。ごそごそ。スコップを見つけ、あ、これを使えば。一回やめよう、じゃあ。乙姫にバレないようにしよう。スコップも大事だな。じゃあ庭にも行くべきなんだ。黄色のままだ。やっぱこの黄色の選択肢は変わんねえんだ。あとは乙姫にバレなきゃいいんだ。ちょっと今回は、何日まで行けるかとかやってみたいっすね。選択肢も全部聞き終わったら乙姫俺に飽きんのかとかもやってみたいしね。裏口もうちょっと調べてみるか。2手までは調べられる。だから次はここを調べよう。この門をくぐれば外に出られるんだな。このままいっそ出てしまうか。よく見たら見張りが門の外で立ってる。舞姫の服に着替えれば使用人のふりして出られるかも。あ、そうなの。じゃあここ最短ルートか。着替えてみようか。よし、着替えるぞ。一か八かだ。ただもう10年経ってるよ。よし、なんとか服も入った。脱出するぞ。そこで何をしてる？バレたー！うわ、誰か来た。乙姫様。ほう、女装とは。変な趣味があるんだな。これは、どうしても家に帰りたくて、こんな姿で言うのも変ですが、家に帰らせていただけませんか。婚約者がずっと村で待ってるんです。ただ女装したいだけの言い訳にしか聞こえん。そんなわけないだろ。女装したい言い訳。そっか、女装の趣味ないからわかんねえけど。そんな。違うんです、本当に。もともとおかしな奴だと思っていたが、やっぱりそうだったとは。警戒しておいてよかった。勝手に従業員のそれも、舞姫の服を盗み、着た罪はいくら客人とって重いぞ。誰かおるか？俺、殺されんの？なんか見下されてる。この者を地下牢へ連れて行け。いやー、へい。ダメだ。全然信用されてない。もっと親睦を深めればよかった。そうなんだ。ゲームオーバーなのか。こうして地下牢に閉じ込められてる間に、何年も月日が流れ、島に帰るのは絶望的になってしまった。あの時、あのタイミングであの場所から脱出しようとしなければ、乙姫との関係性が変わればもっと違う結果になったのか。ゲームオーバー。あ、ゲームオーバー。ただの。オッケーオッケー。じゃあもう脱出しない。いやいや、しないよ、そんな。今日はやめておこう。他の場所も調べよう。調べてみよう。まだ調べたい。じゃあここは？裏口だから小さいとはいえ立派なもんだ。あんまりいいものではないな。いやー、もうここはやめよう。もう何日行けるか行きたい。一旦。あ、竜宮城に来て10日以上経過してしまった。今更戻っても彼女はおるか。村そのものもないかもしれない。何百年という月日が現世では経ってしまったのだから。もっとうまく信頼関係を築いたりできてたら、結果は違ったのだろうか。ゲームオーバー、ゲームオーバーか、ただの。10日以上はダメなんだ。じゃあ一旦、この乙姫との信頼関係が高い段階で、ここ玉手箱拾っといて、で、乙姫に渡すルートをやってみよう。まだ多分信頼関係高いと思うんだよな、ここ。玉手箱ここだもんな。ピンク色だもんね、まだ。乙姫の部屋じゃなくてもいいのかもしんないよね。まあ、好感度下げたくないから、まあ、ここら辺こうやってやっといて、まだやっぱ頬あからめてるから、これはまだ好感度高いってことなんだろうね。で、ここでバレてみよう。バレたら、玉手箱ルートがあるかもしんないから。それかやっぱ乙姫の部屋じゃなきゃダメなのかな。ここもまだ調べてないとこあったし、大きな岩だ。まるで何かを守ってるような力強さも感じる。他の場所も調べてみよう。これは？木が生い茂って外の様子は見えないな。他の場所も調べてみるか。じゃあここでスコップを一応拾っとくか。アイテムいっぱい手に入ってる。まだ調べれんの？やめときゃよかったもん。
あ、オッケー。これで誰かに、あ、場所なのかな？場所で誰かに見つかるとかなのかな？あ、オッケーオッケー。玉手箱使おう。あ、玉手箱使えないの？ここでは。あ、オッケーオッケー。じゃあやり直すわ。じゃあ、この好感度が高い方で、助走して逃げます。今から。これ好感度高いからなんとかなんじゃないかな。そこで何をしてる？これでバレルは同じ。変な趣味があるんだなって言われて、どうなんだろう。あ、てんてんてん。助走してキーな目で見られて、でもここから抜け出したいとは、やっぱ会話ちげえわ。ちょっとしかも、可愛い顔になってる。本当に大事な人なんだな。わかった。そなたがそこまでして会いたいと申すなら帰るといいだろう。本当ですか？ありがとうございます。短い間だったが、そなたといられてとても楽しかった。あ、すげえ。いい顔してる。達者でな。はい、乙姫さんはどうかお元気で。これ、最短ルートできるな、これ本当に。おすすめスポット聞いて、だもんね。なんとか村までたどり着いたもの、8年が経ってた。これは、同じなんだろうな、多分。で、ダメなんだろうね。オッケーオッケー。まあでも、帰れるは帰れるんだ。グッドエンドね。エンディングは、あ、今また最初からやり直してるんですけど、エンディングはゲームオーバーを含めて、6つらしいんで、多分今はグッドエンドとゲームオーバー2つ取ってんで、あと3つなのかな、多分。じゃあバレないようにいろいろやってみるか。じゃあ裏口から行くかな、一旦。あの、火を起こしたりもしてみたいし。ここで、木の裏に何かあるスコップを見つけた。スコップを見つけといて、やめておこう。で、スコップ見つけたら、砂利に行きてえから、温泉と庭、おすすめスポット聞かなきゃか、まずは。あ、でも、乙姫の好感度上げといた方がいいのかな。まあ、でも一旦おすすめスポット聞いて、温泉と庭行けんだもんな、これで。で、温泉では舞姫の服あるから、でも黄色じゃ多分脱出できないんだろうね。あ、でも、じゃあ最短脱出してみるか。温泉行って、一旦ちょっと最短脱出ルートを取っています。で、ここで舞姫の服拾っといて、で、やめといて、で、乙姫の好感度上げた状態で舞姫の服でさっきの下りやれば間に合うんじゃない？これ。4日だから、あ、しかも好感度高いもん。で、まあ、乙姫の好きな、あ、乙姫についてとか聞いといて、ここで。これ4日の夜だから、20歳ギリ間に合う。と思う。で、舞姫の服で、なんとか逃げれば。よし、やってみよう。乙姫との好感度も高いし、脱出できんじゃねえかな。ああ、よかったが、これ脱出できるわ。ありがとな、乙姫。今まで。これハッピーエンドかな。乙姫プロポーズエンドを見たいけど、ね、急いで村へ向かうと、あの日、海に入った日と変わらぬ村の景色が広がっていた。はあはあ、美穂はどこだ。きっとあそこなら、あの日二人で約束した思い出の場所へとたどり着くと、一人の女性が立っている。美穂、あの時と変わらぬまま、いやあの時よりももっと美しい姿になった一人の女性が振り向く。俺くん？驚く彼女を目の前に、俺はすかさずひざまずいた。あの時の約束果たしに来たよ。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。あ、ハッピーエンドだ。美穂は目に大粒の涙をいっぱい浮かべ深くうなずいた。長い間一人にさせてごめん。これからはずっと一緒だから。ほんとね、約束よ。ああ、約束だ。その日俺と美穂は新たに約束をした。もう絶対そばから離れないという約束。その約束は今後一生破られることはなかった。数週間後、村全体が祝福し、俺と美穂の結婚式が開かれた。その1年後に子供も生まれ、家族で仲良く楽しく、いつまでも暮らしましたとさ。ハッピーエンドやったね。あと何個あんだろう、エンディング。じゃあスコップ持った状態で、庭の砂利やってみよっかな。まあ、一応火鉢も手に入れとくか。そのまま、火鉢ルートも取りたいしね。で、ここの砂利調べてみよう。スコップを使って掘れば抜けれそうだ。掘ってみよう。よし、掘ってみるぞ。ふう、
結構柔らかい土だったから、通り抜け穴程度ならすぐ掘れたな。よし、早速脱出するぞ。そこで何をしてる？暴れた！乙姫様。ほう、抜け穴とは。よっぽどここから抜け出したいと見た。それは。どうしても家に帰りたいんです。俺の帰りを待つ婚約者がいて、きっと寂しい思いをしていると思うんです。乙姫様には感謝しています。でもどうか、返してください。事情はわかるが、大切なゲストを夜中の脱走兵のように返すわけにはいかない。誰かいるか？え、ひい。この者を部屋までお連れしろ。あ、部屋まで。それから明日までに、ここを修復しておくように。ひい。そんな。ああ、これダメだったのか。咎めはされなかったが、脱出は失敗してしまった。大切なゲストだと思われなければいいのか。ああ、そういう場合なのか。そういう場合なのかっつうか、嫌われてたら抜けれたのかな、今のは。まあでも、じゃあ、まあ、乙姫の部屋について聞いときたいね、一旦。じゃあ、宴会場行って火を起こしてみるか。好感度ちょっとそう、火鉢使ってみよう。よし、ちょっと機嫌かもしれないけど、村に帰るためだ。こんなん絶対いい方に行かないもんね。よし。大変だ、火事だ。ざわざわ。火事。本当だ、煙がすごいぞ。寝ている者を起こせ、すぐ外に避難するんだ。よしよし、このパニックに乗じれば。何の騒ぎじゃ。あ、バレた。お、乙姫様。火事と聞いてきたんだが、なぜそなたがここにおる。危ないから早く避難するのじゃ。あ、なんか、変な顔になってる。あ、はい。やった、うまくいったぞ。あ、なんだ。いや、ちょっと待つのじゃ、バレた。え？出口の道はわかるか？はい。皆の後についていこうと思うので大丈夫です。そうか、それなら安心じゃ。気をつけて早く避難するのじゃ。あ、避難できるんだ。なんだかちょっと罪悪感が。いやでももう二度とないチャンスかもしれないし、早く外に出なきゃ。これでやっと村に帰れるぞ。あ、戻れんだ。火鉢でも。ハッピーエンド取るルートは結構何通りもあるんだ。わ、なんか、ちょっとこのルートは、でも、切ないっていうか、あれだね。乙姫に申し訳ない気持ちになるルートでもあるか、確かに。多分、乙姫の、好感度上げてきたんですけど、ここで。で、玉手箱を持ってる状態にしてきたんで、これで玉手箱ルートいけんじゃねえかな。多分。玉手箱を使ってみよう。一か八かだ。当たって砕けろ。そこで何をしている？ここが誰の部屋か知っているのか？悟空。乙姫様、その、俺、これをどうぞ。これは玉手箱。そなたがどうしてそれを持っている？しかも我に向けてということは。あれ、煙かなんか出ると思ったのに何も出てこないぞ。でも乙姫様が動揺してるしごまかせるかも。その玉手箱の意味は分かっているのか？もちろんです。なんだ？冗談もほどほどにするのじゃ。どうせ何も分かってないだろう。誰かおるか？あ、ダメなんだ。へい。この者は部屋まで連れて行け。勝手に夜中出歩かないように見張っておくのじゃ。なんだか分からないけどごまかせてよかった。この玉手箱には一体どんな意味があるのだろう。え、ダメなのか？このルート。好感度微妙だったのかな？赤なのに。この赤になってからじゃなきゃダメなのかな？もう玉手箱持ってないもんな。もう一回やっていい？この真珠のルートもやってみようかな。好感度さっきと同じで。出してくれんのかな、こっから。あとエンディング3つか2つかどっちかわかんないけど、どうやって撮んのかわかんねえな。なんか変わったりするかな。この扉の秘密、あ、ダメなのか。あ、おとなしく部屋に戻れ。だ。この赤になってからじゃなきゃダメなのかな、やっぱ。だって絶対宝物庫と乙姫の部屋ないと無理だもんね。で、もう一回ここで、この好感度で行ってみるか。乙姫の部屋。それか、なんか他に手段があんのかな。あ、柔らかそうなソファーだ。寝っ転がってみたいってなってた。こっちのソファーだ。やっぱ場所によってなんだろうね、これも。じゃあ、ここをやったら、乙姫にバレて。ここじゃダメなのかな？玉手箱を使う。一か八かだ。これで変わんのかな？あー、ダメだな。
なんかをやんなきゃいけないのかな。乙姫とハッピーエンドルートないのか、これもしや。ピンク色なのにまだ。あ、また玉手箱使える。さっきなんか真珠がなくなってんだよな。玉手箱使ってみよう。これで変わったりすんのかな。あ、そうか、そんなにも私のことを思ってくれているとはって言ってる。やっぱ10日目が大事なのかな。嬉しいぞ。そなたの思い受け取った。あ、受け取られた。玉手箱は一生そばにいるという誓いの箱。それをそなたも知っているとはな。やはり我らは結ばれる運命だったのだな。さあ、今すぐ祝杯をあげる準備をしよう。え、いや違います。違うだと。あ、そんな深い意味はなくて、綺麗な箱だから乙姫様にあげよう。あ、こんなんも絶対殺されんじゃん。第一、自分には他に思い人がいまして。あ、やばい、雰囲気。許せぬ。殺される。誰かいるか。へい。このものを力を閉じ込めておけ。あれ、乙姫様。乙女心を踏みにじったこと、地下で一生償うんだな。ああ、なんだかわからないままうなずくんじゃなかった。ああ、そういうことか。え、でも一応、玉手箱についてとか知ってる状態なんだけどな。エンド何個取れてんだろ。じゃあ、あんまり好かれてない状態で火事を起こしています。さっきまではちょっと好かれてる状態で火事を起こしたんで、なんか、出口から出るのじゃぞとか言われたけど、今回はなんか大変なことになったりするかな。なんかちょっと疑われたりすんのかな。いや、ちょっと待つのじゃ。え？この火鉢はそなたが置いたのか。やっぱ疑われてる。え、いや、違います。そなたの部屋はここから一番遠い部屋。なのになぜこんな夜中に用もなくここにおる。おまけにそこで火事騒ぎ。来てみたらただの火鉢のぼや。ここにあるはずのない火鉢があるのも不思議じゃ。こんなに色々揃っているのに、我に嘘をついているわけじゃないだろうな。あ、めっちゃ見透かされたような目してる。そんなことは。本当のことを話すまで時間は必要なようじゃ。誰かいるか。あ、地下牢か。地下牢のルートだ。そっか、反省するまで地下でおとなしくしているんだな。あー、そっか、バレてしまった、バレてしまったんだ。バレてしまったエンドなのかな。でも地下牢エンドっぽいもんね。むずいね。え、これエンディング取れてんのかな。じゃあ、好かれてないルートでの兵脱出ルートやります。掘ってみる。よし、掘ってみるぞ。ふぅ、結構柔らかい土だったから、通り抜け穴ならすぐ掘れたな。で、これなんかゲストに脱走兵のような真似をさせたらダメみたいなの言ってたもんね。よっぽどここから抜け出したいと見た。そ、それは。どうしても家に帰りたいんです。俺の帰りを待つ婚約者がいて、きっと寂しい思いをしてると思うんです。乙姫様に、ああ、オッケー、これ言ってたな。婚約者じゃと。お前のような人間に婚約者がいるなんて虫図が走るわ、ひどい言い方してるな。顔を見たくないから地下牢に閉じ込めておけ。なんでだよ。地下牢ルートだ。嫌われてたら大体、どうせ顔を見たくないな、出してくれたっていいのに。確かに。もっと嫌われなくちゃダメだったのか。もっと嫌われられんの。もっと嫌われるルートあんの。もっと嫌われれんの。じゃあ同じく、さっきの嫌われ具合で魚の餌を放ってみます。もっと嫌われるはやっぱ最初のエンディングで悪態つくとかなのかな。魚の大群の下り、だいたい地下牢ルートしか取れてねえんだけど。エンディング取れてんのかな。温泉をこんな風にして、客人として器物破損は良くないと知っているだろう。ごめんなさい。破壊したいほどここが嫌いだったとは、まあお互い様か。は、俺のこと嫌いなんだ、乙姫も。もうよい、魚の餌にでもなってしまう。あ、我はもう知らん。あ、全然違う。乙姫様が言ってしまった。ということは外に出られる。やった。魚の餌になってしまえるとか。村に戻れんのこれ。すごいな、村戻れたの。あ、8年とかあるから、これ9年ルートとかもあんのかな。あ、なんかめっちゃ好感度下げまくってみたら赤色になったんで、これ赤色が一番やばいのかも。赤色で脱走兵ルートやります。
あ、お前のような恩知らずは顔を見たくないって言ってる。とっとと海のもずくになってしまえ。もずく？木図じゃなくて。海のもずくなの、俺。やった、帰れるぞ。帰れるんだ。赤ルートはやっぱちょっと違うんだ。9年目です、これ。あ、10年以上の月日が経ってた。美穂は元気だろうか。結婚を約束した幼馴染の家、足早に向かう途中、見知らぬ子供に引き止められる。おじいちゃん誰？よく見るとその子は幼い頃の美穂にそっくりだった。あやな、どうしたの？奥から聞き慣れた心地の良い声がした。美穂、やっと会える。喜んだのもつかの間。振り向いた先には美穂と思われる女性と子供がたくさん。そして横には見知らぬ男が立っていた。ママどうしたの？美穂だよな。美穂と思われる女性は俺を見るや。一瞬驚いた表情になるも、すぐ子供の方に向き直す。さあ、そろそろお家に帰りましょう。あの人はいいのか？君の知り合いなんじゃ。さあ、知らない人だわ。俺がいない間に、俺以外の男と結婚して子供もたくさんできたんだな。美穂、幸せになってくれ。残された俺にできることはもうそう願うことしかなかった。さよならエンド。あ、さよならエンド取れた。ってことは9、9日目脱出とか10日目脱出とかあるの、これ。9日目で脱出してみました。やっと帰れた村では300年以上の月日が流れていて、幼馴染はおるか、村そのものが海に沈み滅びていては地獄だな。この世界でどうやって生きていけばいいのか、ただただ呆然と立ち尽くすしかなかった。沈没エンド。ああ、オッケーオッケー、この感じね。ここ玉手箱使わなかったらバレないわ、乙姫に。あ、無限に調べられんだ。じゃあ、あ、そうだったんだ。玉手箱使わなきゃよかった。じゃあ、10日目脱出します。これでエンディングが、ああ、10日目脱出も300年以上経ってて、変わんねえんだ。9日目以上は同じなんだ。沈没エンドだ。あ、そっか、もう、全エンド取ってるかもしんないわ、これ。わかんないけど。まず8年経ったこれから一緒に行こうのグッドエンドと、間に合ったハッピーエンドと、で、結婚しちゃってたエンドと、で、沈没エンドで4つ、で、牢獄エンド1つ、で、竜宮城そのままエンドで6個だ。あ、取れてるわ、多分。あ、もしも取れてなかったら本当にすいません。多分これで全部かな。乙姫と一緒に暮らすエンドは、あ、でも竜宮城がそうなのかな、わかんないけど。乙姫プロポーズ結婚エンドとかあるかと思ったけど、なかったっすね。乙姫がずっと動いてて、とても素敵で可愛いゲームでしたね。いやでも、ちょっと怖いんですよね、乙姫は。まあでも、なんか、浦島太郎もなんか、なんとなくそんな感じの話だもんね。わかんないけど。これでよかったかな。あ、ちょっと、いろいろ試行錯誤したんですけど、あの後も。どれも、まあいろんなバリエーションでやってみたんですけど、多分これで全エンド取れてるかな。取れてなかったらすいません。とても素敵なゲームでした。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。